ある大学生のもとに届いた一通の手紙。武井雅也様、君に頼みたいことがあってこの手紙を書きました。その差出人は、久しぶりだねマーク。24人を殺した連続殺人鬼だった。灰村被告はこの小屋に、僕はもう死刑判決を受けた、それでいいと思ってる。でも一つだけ、9件目の事件は僕がやった事件じゃないんだ。どういうことですか？僕以外の誰かが犯人だってことだよ。根津薫は見た目は灰村大和の犠牲者たちと一致しているが、年齢が当てはまっていない。当時の彼はどんな様子でしたか？愛想のいい人だったな。工夫したり頑張ったとこをちゃんと見ててくれるんです。みんな彼を好きになる。逮捕されなければ今でも犯行を続けたいと思いますか？特別熱心に通う人はいませんでした。長い髪で、あざ？僕が言うのもおかしな話だけど、本当に気をつけてくれよ。そいつは人殺しなんだから。警察は捜査の間違いを認めようとしないし、これじゃあ本当の犯人は野放しじゃないですか？彼の言うことを真に受けすぎてませんか？今あの人にそっくりだった。なんか変わったね。映画史に残る驚愕のラスト。殺した犯人が分かりました。死刑に至る病。こっち側に来たらもう戻れないよ。